尾身先生、失礼いたしました。菅総理、東北新社の問題に伺いますけれども、菅総理、東北新社の創業者の上村万次郎氏、あるいはその親族から受けた寄付金はいくらですか。菅内閣総理大臣。事務所に確認しましたところ、2012年、14年、17年、これ、総選挙の時でありますけど、個人献金で、500万、そして2018年10月に50万であります。小西洋之君。合計いくらでしょうか、かつ漏れはありませんか。菅内閣総理大臣。事務所に確認したところ、2012年から18年の間に、合計で550万ということであります。小西洋之君。配布資料8ページをご覧いただきたいんですが、2009年に上村万次郎氏から8月20日、100万円の寄付を受けてますが、これは事実とは違いますか。菅内閣総理大臣。今、全部トータルして、2012年9月から2018年10月までの間で、500万であります。それ以前については、事務所で確認をできてませんでした。事務所で確認をできておりませんでした。小西洋之君。いや、これ、総務省、私、国会図書館に調べてもらったんですが、なぜ確認しなかったんですか。小西洋之君。2009年にもう100万円、上村万次郎氏から寄付を受けているんですけど、なぜ確認しなかったんですか。収支報告書なんですか。菅内閣総理大臣。事務所で確認できたのはこれだけでした。2012年からということで、500万円ということです。小西洋之君。実は2009年にですね、BS 放送の歴史の中で、一番大きな免許、事業者の認定が行われているんです。スターチャンネルというですね、東北新社の子会社は、2チャンネル、プラチナ帯といいまして、一番視聴者の多い帯域でですね、2チャンネル、チャンネルを得ることができているんですね。菅総理、当時、上村万次郎氏から、スターチャンネルの2チャンネルを、そのプラチナ帯域に認定するように、そうした依頼を受け、総務省に働きかけたことはありませんか。菅内閣総理大臣。上村さんという方は、私の秋田の田舎で出身で、私は国会に出てから非常に可愛がっていただきました。しかし、どんな小さなことでも依頼を受けたことは私は一切ありません。小西洋之君。依頼がないと、もし事実に反したら政治責任を取るということはよろしいですか。菅内閣総理大臣。私は常に政治家ということの中で、そうした依頼を受けたということは私は全く記憶にありません、ありません。小西洋之君。はい、委員長。はい、では次、9ページですね、菅総理の長男がいたした東北新社のこの接待問題に伺いますけれども、菅総理、私は2009年から2010年、総務省の衛星放送課の課長補佐をやっていました。今回処分された一番ランクの低い課長補佐は、私のまさに後任です。ところが、この9ページ見ていただくとですね、課長補佐を接待しているのは、東北新社の取締役と子会社の社長なんです。その2人、課長補佐を接待している2人に、菅総理の長男が加わると、事務次官級の接待ができるんです。菅総理の長男は、総務省の最高幹部を引っ張り出すための接待要員だったんじゃないんですか。菅内閣総理大臣。会社のことは私、全く分かりませんけれども、そうしたことはありえないと思っています。小西。いや、なぜありえないと考えるんでしょうか。菅内閣総理大臣。ですから私自身、全く役所のことについての依頼を受けたことがありませんので、そこはありえないというふうに思います。今までの総理の答弁とちょっとね、矛盾しますよね。だって、菅政吾氏のとは仕事の話は一切しないっておっしゃってて。その絶対要領が、そ
ういうことはありえない、なんでありえないと総理が断言するの、はい、それ質問の中でやってもらいましょう。もうそれ質問の中でやる人ですか、時間使わせないです、もう森人でやるんだな、はい、質問の中でやって、はい、じゃあ続けます。武田総務大臣。なんで大臣、武田さんわかんないんですよ、なんで総理の長男を。まず総務大臣として今般の事案、本当に多くの国民に疑念を生じさせるに至りました。改めて重ねて深くお詫び申し上げます。先月24日に公表を行った調査報告書では、職員および東北新社社員へのヒアリングを行っておりますが、その結果として東北新社の木田氏が同社における総務省担当の窓口としての役割を果たし、多くの会食を主体的に企画参加し、店側への支払いを行っていたことが確認されており、菅氏の存在が会食に影響を及ばしたのではないかということについては、そのような事実は確認できません。関わった相手が誰であっても公務員として取るべき行動をしっかり自覚しなければならないと考えております。国民のこうした疑念を招くことが二度と起こらないよう、コンプライアンスを徹底的に確保し、国民の信頼回復に努めていきたいと思います。小西洋之君。総務省政府参考に伺いますけれども、菅政合氏が仕事の話で衛星放送課の職場に来たことがありますか。総務省情報流通行政局長、吉田博君。確認しましたところ、ご挨拶とかにいらっしゃったことはあるとは聞いております。小西洋之君。私も言いましたが、それは会議宅で仕事の話をしたんですか。総務省。はい、どれだったっけ。吉田博君。詳細の状況は確認しておりませんが、基本的にはご挨拶という趣旨でいらっしゃったことがあると伺っております。小西洋之君。過去に何回ぐらい総務省、菅政合氏は衛星放送課に来たんでしょうか。吉田博君。回数は確認しておりません。小西洋之君。年に1回以上来たことありますか。吉田博君。回数は確認しておりません。小西洋之君。総理に伺いますけれども、菅政合氏はですね、この9ページ、20回接待に参加してるんですね。で、この三上さんや木田さんと、この名前が出てから申し上げます、東北新社の関係者は普通に衛星放送課でお越しになります、私もお会いしたことあります。衛星放送課に仕事にも来ない人が20回も接待に出てるということは、菅総理の長男は、総務省の最高幹部を引っ張り出すための接待要員だったんではないですか。現に審議官以上の最高幹部 の菅総理の長男の出席率は8割ぐらいですよ。接待要員だったんじゃないですか。菅内閣総理大臣。それは会社のことですから、私は接待要員かどうかというのは明確に言えないと思いますけれども、ただ私からすればそうしたことはありえない、私はそう思ってます。ですから会社で どうだとはよく分かりませんけれども、これは総務省でしっかり調べていただいたらいかがでしょう。小西洋之君。今回菅総理の長男が違法な接待を行って総務省の職員処分されているんですが、このことについて菅総理は政治責任は一切ないというお考えですか。政治責任があるというお考えですか。菅内閣総理大臣。私の家族が関係をしたことで事案で、そして結果的には公務員倫理法の違反に至ったということについては、私に大変申し訳なく思い、お詫びを申し上げる次第でございます。小西洋之君。今のお詫びは政治責任について述べたものですが、政治責任の有無を聞いています。答えてください。菅内閣総理大臣。今私が申し上げた通りであります。
小西洋之君。政治責任の有無が分かりませんので、述べてください。はい、菅内閣総理大臣。政治責任という定義というのは、これ、ないんじゃないでしょうか。ただ、私自身はやっぱり私の家族が関係することが、結果として公務員倫理法に違反に至ったということについては、大変申し訳なく、心からお詫びを申し上げます。小西洋之君。いや、大臣秘書官までやってたんだから、政治責任は私はあると思うんですけど、菅総理の考える一般論の政治責任は何ですか。一般論ですよ。だから一人一人が持ってるんです、政治責任。ちゃんとした質問してます。菅内閣総理大臣。ちゃんとした質問ですから、私もちゃんと答えております。ちょっといいんじゃない。周りが言う必要ない、閣僚席で周りが言う必要ない、はい、ですか。菅内閣総理大臣。私先ほど申し上げたように定義はないというふうに思います。小西洋之君。菅総理の考える政治責任を伺っています。教えてください。菅内閣総理大臣。先ほど申しまして同じ答えになるわけですけれども、私の家族が関係をすることしたことが結果として公務員法の公務員倫理 法の違反にの事態になったということについては、大変申し訳なく、心からお詫びを申し上げます。小西洋之君。今おっしゃったお詫びは、父親としてのお詫びですか、政治家としてのお詫び、どちらですか。菅内閣総理大臣。私の家族と申し上げました。小西洋之君。私はかつて衛生放送課の課長補佐でしたけれども、菅総理の長男、あるいは長男が勤めている会社から違法な接待を申し込まれて、どうやってこの安倍政権、菅政権の下で拒否することができるか、ずっと考えてますけど、後輩たちのために、思い浮かびませんよ、菅総理の長男、その会社から違法な接待を申し込まれて、総務省の職員の皆さんは断る選択肢があったと思いますか。菅内閣総理大臣。私、結果として、先ほど申し上げましたようにですね、公務員の倫理法に違反する事態になったことについては申し訳ないと、こういうふうに思います。小西洋之君。霞が関の官僚も国民の皆さんも今の答弁を聞いて、心がますます離れていくというふうに思います。放送行政が歪められたのではないかという問題を追及させていただきます。10ページでございますけれども、総務省、衛星放送における外資規制とは何でしょうか。吉田博史総務省情報流通行政局長。はい。